皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本年も鉄道総合館の動画ご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年12月31日ということで、大晦日スペシャルという形になります。2022年もついに本日で終了となりました。いや早いもんですね。早いと感じた方、長いと感じた方、いろいろいらっしゃったかと思いますけれども、今年もですね、鉄道関係かなり大きな変化がありました。その鉄道関係の変化をですね、このチャンネルの動画使って振り返っていきたいと思います。引退した車両もあれば、デビューした車両もあり、そして、突発的な行き先が発生したり、急停車があったり、いろんなことがありました。動画でこんなことあったなっていうのをですね、思い返していただいて、2023年どんな年にしようか考えながら、この動画を見ていただければと思います。本日は少し長めの動画になっておりますが、チャット等でぜひ和気あいあいやっていただいて、楽しんでいただければと思います。では本日もよろしくお願いします。まず1本目はこちらです。2022年一番多く再生された鉄道総合館の動画です。京王線の新木場駅早朝、スマホを落として線路内に立ち入ってしまう映像です。駅員さんはすぐに拾いますと言ってくれたのにもかかわらず、線路に侵入してしまいます。今年は山手線の渋谷駅でも財布を落とした同じような案件があり、こちらの動画も多く再生していただいております。落とし物をした時は指令に連絡をしてから習得する必要がありますので、指令からの指示を受けるまでは駅員さんでも拾うことができません。山手線の渋谷駅でも眼鏡の落とし物がありました。こちらの動画です。拾うことはできません。今指令に連絡を取った上で、じゃあ習得を始めてくださいという指令を受けて、拾う作業を行うということです。このように指令からどうぞという言葉があり、初めて駅員さんでも習得することができます。そしてこちらは十字打ちの動画です。シングルデラックス3月8日発の寝台特急サンライズを狙いましたが、こんな結果になりました。開いてないですね。シングルデラックスですよね。はい、はい、開いてないです。もう一個下のシングルついです。はい、もう開いてないです、ね。発売日を忘れていて、夕方に撮ったせいで撮ることができず、結果シングルとなってしまいました。本日はですね、常磐線の特急時は51号に乗車しております。今高萩に向かっているんですが、緑の窓口水戸駅にもあるのになぜ高萩に向かっているか、これはこの後解説をさせていただきます。なぜ高萩駅まで来たかと言いますと、十字打ちをして取れるかどうかは大きい駅小さい駅関係ありません。ライバルが少ない小さな駅で緑の窓口がある駅を狙ったというわけです。皆さんも参考にしてみてください。します。
10時打ちの約1時間前から並んだんですが、無事ゲットすることができました。この社内ライブのアーカイブは残っておりますので、まだ見てない方はぜひご覧ください。東北新幹線ではポイント故障が発生し、常磐線の臨時快速が大活躍しました。 E657 系が、快速電車として仙台いわき間を延長運転して運転されました。なお、この延長運転は日立22号と日立9号でした。そしていわきからは特急電車として運転されますので、その区間は通常通り特急券が必要となりますのでご注意ください。いわきから先は特急日立22号としての運転となります。いわきから先のご利用は乗車券の他に特急券が必要となります。ご注意ください。スーパー日立横浜行き、何ですかこれは。お客様にお知らせいたします。ただいま新橋駅と有楽町駅の間で踏切事故のため停車中です。あれ、有楽町新橋駅間って踏切ありましたっけ。特急スーパー日立に横浜行きなんてありましたっけって思った方、実際ないんですけれども、常磐線の撮影会がいわき駅で深夜開催されました。この動画もありますので、もしまだ見てない方はぜひご覧ください。ここで特殊な E657 系の自動放送を何本かお聞きください。お客様にお知らせいたします。ただいま南柏駅と北柏駅の間で緊急停止の無線を受信のため速度を落として走行中です。お客様にお知らせいたします。ただいま北千住駅と山下駅の間で列車行き違いのため停車中です。お客様にお知らせいたします。ただいま相馬駅と山下駅の間で大雨のため速度を落として走行中です。お知らせいたします。ただいま大野駅付近信号装置点検のため停車中です。長年残っていた上野東京ライン宇都宮線直通の黒磯行き、熱海発の黒磯行きというかなりの長距離列車、ダイヤ改正で消滅してしまいました。前のご利用は途中で確か切り離しだったかなと思います。18時52分発上野東京ラインの黒磯行きです。こちらの電車に今回は全区間乗車していきます。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上野東京ライン宇都宮線直通黒磯行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は湯河原です。 This is the 上野東京ライン train for 黒磯 via the 宇都宮 line。 Green cars are...本来この電車到着時刻は上野駅あたりまでしか言わないんですが、ラストランの日はですね、熱海から黒磯まで全て停車駅到着時刻を放送しておりました。そしてちょっと特殊な顔の相模線205系500番台はダイヤ改正を待たずに引退してしまいました。
本相模線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は19時37分発相模線橋本行きです。主な駅の到着時刻をご案内いたします。途中の寒川には19時45分海南は20時5分、原田岩には20時21分、終点の橋本には20時40分の到着です。3月は卒業の月です。鉄道車両も3月に引退する車両がたくさんあります。日光線や宇都宮線で走っていた205系の600番台はこの日をもって一斉に置き換えとなりました。走行距離の調整の関係で E231 系の1000番台や E233 系の3000番台5両編成が一部宇都宮黒磯間の運用に入っていることもありました。そんな205系たちを置き換えるのはこの E131 系の3両編成です。205系より1両少なくなり混雑が激しく、新聞やテレビなどでかなり話題となっておりました。このチャンネルでも混雑状況の調査の動画を上げております。同じダイヤ改正の前日、小田急線では VSE が定期運行終了となりました。最終の VSE では運転士さんが運転台から出れないトラブルが発生してしまいました。ご覧の通り最終日の VSE は満席。
これからホームウェイ81号に乗って片瀬駅に行きたいと思います。今 LED が藤沢駅になってましたけどね、修正されました。じゃこれから乗っていきます。ご覧の通り藤沢駅ではですね、あの方向が変わるので運転手さんがこの、なんていうか運転室から降りてきます。でその時にはしごが出てくるんですけれども、なかなか開きません。OK です。あ、ちょっとこっちがダメなんで。あ、了解です、はい、ごめんなさい、失礼いたします。展開するよ、こっち下で。非常停止戻した？はい、戻しました。まだちょっと作動中、一回消えながらやると思うんで。はい、運転手さん参りました。押し上げてもらっていいですか？押し上げで了解です。じゃあ下げますよ。はい、いや、ダメですね、はい、あ、今上がりました。運転さん、こっちから引っ張ってみましょうか。あ、いいですか。じゃあ、はい、行きます。はい、ダメですね。ちょっと取らせてください。ちょっと取らせて。取らせて。下から押してもらっていいですか？で、話していい？はい。全体的に触れる可能性。もしもし。作動中消えました。で、今展開も回し上でやってます。あ、降りた。降りた。降りた。すいません、下げますんで、もうちょい下がってもらっていいですか？あ、大丈夫よ。はい、下げます。はい、はい、じゃあ、それもこれ乗ってみますね。はい、すいません、開けてください。申し訳ない、運転手が外に出れないんで、開けてください。もしたら落ち着いてな。はい、いいよ、あとやっとくから。すいません、申し訳ございません、失礼いたします。すいません、失礼いたします。運転手取ります、開けていただきますか？申し訳ございません。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、取らせてください。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様です。最終日、すいません。気をつけて、相模線では E131 系に統一されワンマン運転が開始されました。同じダイヤ改正の日、ワンマン運転を開始した路線は他にも八高線や川越線など多くの路線がワンマン化されております。はい、電車に乗り降りする際にはドア横のボタンを押してください。閉めるのボタンを押すときには周りのお客様にご注意ください。ちなみに地元常磐線でもちょっと不思議な列車が登場しました。この電車、勝田行きの表示、前の5両が勝田行き、後ろの10両は土浦行きなんですが、土浦で品川に折り返すという摩訶不思議な列車が誕生しております。ご来場の客です。さらにお客様のお客様ご来場の客を見てください。
今土浦に到着しました。降りた瞬間に行き先表示を見たんですが、なんとこの電車、ちなみにこの電車ですね、後ろの10両に、勝田方面行くのに残ってる方が、十数名いたというふうに、老組の資料にありました。分かりづらいみたいです。誰にお礼言ってんだか分かんないよ。分かんなくなっちゃうんだよね。車掌情報で1号車救済の9ってままになってるんですけど、いいですか？離れればいいですか？これこっちの遊び用車。そう。これこっちの遊び用車。東武鉄道から驚きの発表が。6両編成だったアーバンパークラインの車両をすべて5両編成にするそうです。ちなみに先日ダイヤ改正が発表されましたが、アーバンパークラインだけは特に変化なしという形になっております。この5両編成化に伴い、今走っている8000系と1万系列はすべて置き換えとなります。当初の予定では2023年の3月頃から営業運転が開始される予定だった中央線のグリーン車、すでに実車が登場し試運転が行われております。2023年3月のダイヤ改正でも奥多摩発東京行きがなくなるなど、徐々にこのグリーン車導入に向けた動きが進んでいます。2022年3月のダイヤ改正では8号線直通電車の運用が終了しております。ちなみに今しか見れない中央線のグリーン車が京浜東北線のホームを通過する映像は10万再生をしていただいております。ありがとうございます。
7月には E257系5500番台を使用した臨時夜行列車特急谷川岳山開き号が運転されております。多分設定ミスだと思うんですけども、一時的に急行の幕が出ておりました。来年2023年3月のダイヤ改正で水戸いわき駅間の約7割の電車が E531系5両編成によるワンマン運転となりますが、その時 E501系がどうなるか少し気になっています。その区間に関しては E501系10両編成が故障などした場合には、稀にですね E531系基本編成を使用してグリーン車がタダとなることがあります。これをタダグリと呼んでいます。この区間では高萩までしかグリーン車の営業運転がありませんので、水戸発いわき行きだったとしても通常はグリーン車のマークを隠して運用されますが、私が乗車した時にはグリーン車マークは隠されず普通車扱いとなっておりました。確か7月頃だったと思うんですけど、都内でかなりの豪雨がありました。その時の映像です。いや、すごすぎますよね。これ枕木が見えなくなっちゃうんじゃないかという感じです。京浜東北線にも、数分程度の遅れが発生し、行き先変更がなされておりました。昼間なのに快速赤羽行きなんという列車が誕生しておりました。特急乗車中、なぜか車掌さんが全力で走っています。ここは常磐線の友部駅。一体何が起きたのでしょうか。
後で車内放送にて説明があったんですが、この列車の車内で急病のお客様がいらっしゃるということで、救護活動をしていたということです。今後の運用が気になる常磐線の E501系、 もともとは上野土浦間限定運用で、その後水戸線や常磐線の土浦以北で運用が始まっております。そして運用が乱れた時、意図しない行き先になることがありますが、原の町行きの運用に入ったという情報がありました。その時の幕回しの映像です。かなり貴重なものです。回送で草野まで行くことはあるんですけど、四つ倉、久野浜、富岡、原の町とかなり貴重ですね。2022年11月3日には国鉄色の E653 系を使用した特急特急号が在来線経由で運転されました。その1ヶ月前の10月3日、私も十字打ちを行い、なんとか指定席券をゲットすることができましたが、この特急券がですね、高額で転売されておりました。この特急特急号の特急券、かなり人気でして、ヤフーオークションで高額で転売されておりました。ある鉄道 YouTuber はこの切符がゲットできなかったことから、翌月運転される12月3日の DL 水軍号の切符を1枚しか必要ないのに4枚購入し、 YouTube のメンバーシップに加入していただいた方に渡したり、そのチャンネルを知ってる人でないと切符を購入できない状況を作りました。そして欲しい人を募集したものの集まらず、発車直前に払い戻しをし、鉄道会社に迷惑をかけています。今のところ特急券とか乗車券に関しては法律で罰することはできないですが、少なくとも鉄道会社、そしてその切符が欲しかった方には迷惑がかかっておりますので、今後何らかの対策を講じていただけることを願っております。本当に必要な人に手に入るべき切符です。なんだどうした、中央線、今駅手前で E233 系中央線が止まっております。そしてさらにその後ろ、後続と思われる E233 系もおります。この止まっている E233 系の反対側には先行と思われる中央線の E233 系が不思議な位置で停車をしておりました。これは荷物挟まりで緊急停止したそうです。この日中央線はもともとダイヤが乱れ、間隔が2分ほどの間隔になっており、そんな中で緊急停止が扱われ、過密っぷりがわかる映像となってしまいました。きっと指令からの指示がうまく伝わってなかったんだと思います。特別快速桶川行きというだけでレアなんですが、この電車まもなく参りますという放送がありながら通過をしてしまいます。鳥居総合館さん、動画の提供ありがとうございます。5万2000回再生していただいております。まもなく1番線に特別快速桶川行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この列車は4つドア15両です。グリーン車がついております。まもなく1番線には上り列車が到着いたします。通勤快速桶川行き失礼いたしました。特別快速桶川行きの列車として指定していますが、桶川駅にてそのまま湘南新宿ラインの列車として指定いたします。1番線には湘南新宿ライン特別快速の表示桶川行きとなっておりますが、桶川行きまで特急指定車の指定に列車として運転いたします。池袋、新宿、渋谷、横浜方面ご利用のお客様、この列車をそのままご利用ください。下り列車はただいま吹上駅に停車をしております。隣吹上駅に停車をしております。あと高崎駅ご利用のお客様、2番線でお待ちください。
特急サンライズ瀬戸号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号東京行きです。寝台特急サンライズ号で複数回緊急停止ボタンが押されるいたずらが発生したというニュースもこの時期ありました。まあこんなことが続いたら廃止になってしまうんじゃないかという危機感がすごくあります。本当にやめてほしいもんですよね。昨年登場した赤電、運転期間は大好評につき延長となりました。これは嬉しいお話です。そしてこの土浦駅では連結の際にファンファンと音を2回鳴らすというのが定番でしたが、周辺の住民からうるさいという話が上がり、広告を作った業者がありましたね。で、結果的に JR 東日本がその音を鳴らしての連結というのはやめてしまったようです。激安90円から始められるメンバーシップのご案内をさせていただきます。鉄道総合館では月額90円からメンバーシップをご利用いただくことができます。コメントやチャットの横に表示されるバッジ、これはご利用されている月数に合わせて色が変化していきます。またオリジナルのアイコンやメンバー様限定の動画、メンバー様限定のライブ、メンバー様限定のチャットに参加していただくこともできます。上位のグリーン車になりますと、ライブの予定の先行公開、乗車予定の先行公開、ライブの場所、列車のお知らせ、コメントの優先返信、電車で号タイトルの反映、メンバー限定のアンケート、そしてグランクラス以上になれば生配信の出演、コラボ配信や LINE、Twitter、インスタなどの SNS のフォローのバックの 100% お返し、プライベートの写真の投稿なども行っております。ぜひご検討ください。ドアの右側にあるものがついております。それが本日12月1日から復活いたします。さあ何でしょうか。もう分かった方多いんじゃないでしょうか。そうです、これです。本日からこのドアボタンが復活します。今開く閉まるの上の黒い部分、これ何も表示されていませんが、ここにドアという赤文字が表示されている場合、押しボタン式でドアを開閉することができます。これからの季節寒くなりますので、JR 東日本の各線ではそういったのが可能になります。黄色い線までお下がりください。今まさにこれですね、ドアランプが赤くなっています。この時にボタンを押すとドアを開けたり閉めたりすることができます。閉める時は後ろにお客様がいないかを確認してから、閉めていただくようにお願いいたします。皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は踏切によくある黄色い非常停止ボタン、このボタンを押すとどうなるかというのを試してみたいと思います。もちろんいたずらで押すのは犯罪になりますので、そうならない場所で押します。電車が止まってからドア横のボタンを押してください。大型
関東鉄道上総線は急停車します。ご注意ください。 Attention please, the emergency brakes have been applied。お客様にお知らせいたします。お客様にお知らせいたします。ただいま踏切の、異常を知らせる、信号が発信されたため緊急停車しました。現在確認を行っております。少々お待ちください。お座敷列車花引退の時が来てしまいました。485系を改造したジョイフルトレインとして長年活躍していました。485系といえば常磐線の日立としても運転されておりました。また稲穂とかにも使われてましたね。 JR 東日本だけでなく西日本やいろんな地域で使われてた車両になります。引退といえば東武鉄道の300系350系も引退となってしまいましたね。特急霧降の他に南会津とか、スノーパルとかいろんな列車で運用されており、車内は何かと一パー合計に似ておりました。14時ちょうど発の特急霧降の浅草行きは350型仕様の最終電車となりました。鉄道ファン親子連れで多くのお客様がお見送りをしていただいております。ちょっとレアな幕開店の様子ですね。霧降り号いろんな行き先が用意されておりました。19時15分常磐線というと通勤快速を思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。3月のダイヤ改正で15分発の特急電車が運転終了となりました。イメージはですね、00分の日立と30分の時はの2本立てっていう感じですけれども、最盛期には15分発の時は号を運転されており、通勤快速をイメージするかのような多い停車駅の列車でした。2022年9月、
待望の西九州新幹線が開業しました。2022年は引退した車両も多かったですが、こういった形で祝福できる運転開始等も数多くありました。本日は西九新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。西九州新幹線一番列車となりますかもめ2号博多駅です。途中の武雄線には6時48分終点の博多には7時58分の到着です。運転士は西尾、車掌は金城です。ご用の際はお知らせください。 The conduct of this train is 金城、Thank you。伯備線を走る八雲号は置き換えが決まりました。381系という車両ですね。こちらは国鉄色の他にスーパー八雲塗装での運転も決定しました。しかも JNR のマークをつけ、車内チャイムもオリジナルのものを採用しています。こちらは日光線の205系ですね。いろはは残るかなと思ってたんですけど、いろはまで引退となるのがかなり意外でした。皆さんの予想はいかがだったでしょうか。はい、皆さんこんにちは。今ですね、大崎駅にいるんですけど、雨風がちょっとずつ強くなってきました。この埼京線の E233系、屋根を伝って雨がホームにかなり入り込んできています。これから列車乗車する方は十分ご注意ください。一応運転は行ってます。わすごいな。運転は行ってますけど、風と雨強いんでこの先ちょっとどうなるかわからないですね。電車にはいろんな人が乗ってますので皆さんもご注意ください。ためらわず危険を感じたときは非常通報装置で車掌さんにお知らせすることをお勧めいたします。この時乗車したのは東北本線の新白川行きだったんですけれども、多分60代ぐらいの男性ですかね。周りのお客様に迷惑行為を行ってて誰かが通報をしたみたいです。ただ何もしてないと、嘘の証言を、しておりました。その後警察がかなりたくさん到着しております。お待たせいたしました。新白川駅まもなく発車いたします。私のお客様はお近くの手すり釣り川にお捕まりください。本日列車遅れまして申し訳ございません。まもなく発車いたします。警察の方ご苦労様です。今は車内に大体の場合防犯カメラがついてますので、こういった時には役に立つのだと思います。
く列車が参ります。危ないですから足元の線までお下がりください。すごく懐かしい曲ですよね。首都圏からは消えてしまいましたが、羽越本線の鶴岡駅にはまだ残っております。皆さん、寒い日が続いてますので体調には十分お気をつけください。熱が出たこの日ですね、龍ケ崎市牛久駅間、まさにこの駅の先で人身事故が発生し、長時間龍ケ崎市駅で足止めとなってしまいました。それによってかなりの高熱が出てしまいました。皆さんもご注意ください。龍ケ崎市駅折り返しの上野行きが運転されたので、まあ、普通だったら動画撮るんですけど、ちょっとさすがに撮れないぐらいの体調でした。乗馬線ご利用のお客様に人身事故発生についてお知らせいたします。本日15時ごろ龍ケ崎市牛久間において人身事故が発生しております。その影響によりまして乗馬線上下線ともに運転を見合わせております。ただいま龍ケ崎市駅2番線に到着しております列車は折り返し運転を行います。こちらの列車は上り方面の列車となります。これから乗務員が列車の方を確認いたしまして、それからの折り返し運転となります。新幹線のホームの端には親子連れが多数おります。何か来るのでしょうか。そう、大人気のドクターイエローです。夏休みの夜にドクターイエローが来ると分かると新幹線の駅はこんな感じになります。最近 JR 東日本は輸送障害時に柔軟な対応をするようになってきましたね。東海道線で何かが起こると横須賀線周りになったり、宇都宮高崎線で何かが起こると湘南新宿ライン周りになったり、そんな感じの、まあ、極力影響を少なくするような対策も行われております。お客様にご案内いたします。列車は間もなく山手線の田端操車場に到着いたします。田端操車場はかつて半分を設けられるほど歴史のある貨物操車場の一つとして活躍してきましたが、
貨物輸送の合理化や武蔵野線等のバイパス路線が開業すると取扱い車数が減少していき規模が縮小、東京新幹線車両センターに設備が切り替わるなどし現在の姿となっております。なお池袋方面からは田端総社場へ直接進入できませんので上中里付近より一度着圧線へ進入いたします。その後列車は進行方向が変わり1号車が先頭となります。田端総社場へ進入時進行方向右側には東京新幹線車両センター、左側には各車両センターがご覧いただけます。車内より田端総社場構内の様子をお楽しみください。この電車からはホームに降りていただきますようお願いいたします。おはようございます。まもなく5時となります。この休憩用列車は5時までのご利用となっております。この休憩用列車はこの後は回送電車となります。車庫に入る回送電車となります。皆様一旦ホームに降りていただきお待ちください。もともと京葉線として走っていた日光線宇都宮線の205系湘南色に色が変わっておりますが、なんと京葉線のカラーに戻した上で撮影会が行われました。小山車両センター付近を走行していた宇都宮線の列車の車内からの写真等が SNS に上がっており話題となりました。このチャンネルでも塗り替えを行っているまさにその瞬間を捉えることに成功いたしました。まあ、本題に戻らせていただきますと、この北千住駅の駅線ですね、駅のホームの先端がですね立ち入り禁止になりました。今回立ち入り禁止になったのはこの2番線3番線ホームの上の寄りの先頭という感じになってまして、今のところ砦寄りと1番線の上の寄り砦寄り、ここは立ち入り禁止にはなっておりません。ちなみになんで北千住なのに特急日立が止まってるんだっていうツッコミが来そうですけれども、乗車していた日立30号は東海道線内で、人身事故があり先に進めなくなって特急日立が臨時停車しました。この時3番線に来る快速の上の行きを先に通すという珍しい光景も見られました。12月16日 JR 東海のダイヤ改正では HC85 系を全ての飛騨号に投入すると発表がありました。するとこの車内チャイムも聞き納めかもしれません。鉄道にあまり詳しくない方にもドアが閉まるときどんな音が鳴りますかって聞くと、多分ピンポンピンポンピンポンという3点チャイムで答える方が多いかと思いますけれども、この列車ドアが故障して音が鳴らなくなってしまいました。ドアが閉まります、ご注意ください。ドアが閉まります。ほらほらほら、これおかしいですよね。音鳴ってないですよね。チャイムが鳴ってないんですよ。チャイムがスピーカーに近づけてもう一回聞いてみましょう。これ進行方向右側の扉がおかしいみたいですね。左側はどうなのかちょっと聞いてみたいと思います。横浜では左の出口が開きました。年末の総集編で側面展望を見るともしかしてと思う方もいるかもしれません。そのもしかしてかもしれません。急停車します、ご注意ください。コーション Emergency Brakes。
いやーマジか、帝国で小田原着くと思ってたんですけどね、急停車あれしないな。止まるときガクンってきますよね。しない？急停車の放送って非常ブレーキに運転手さんが入れると自動で流れるそうなので、間違えて非常ブレーキ入れてしまった場合でも流れてしまうことがあるそうです。ちなみにこの動画はですね、6万5000回も再生していただいております。まあ何事もなくてよかったです。この日たまたまプライベートで流山大鷹の森駅に来ておりました。そんな中、東武アーバンパークラインの各駅停車柏行きの電車が流山大鷹の森駅進入時に人身事故が発生してしまいました。いやー、現場を見てしまったのは初めてです。この動画、まあ、いろんなコメントがついておりますけれども、こういった人身事故が発生してほしくないという思いで公開をしておりまして、決してえぐい映像はありませんのでご安心ください。ある鉄道系の YouTuber がですね、人身事故の現場を撮影するなんてっていうふうに批判してましたけど、まあ、中身見ていただければわかると思います。人身事故が発生すると警察や消防など、また利用される予定だった方も含めて多大なる迷惑がかかるというのを知っていただいて、こういったことが一件でも減ればなという思いで公開させていただいております。本日は特急時号にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。列車はただいま上越線を走行しております。ここで特急トキ号復活運転に対し、トキ号の歴史を簡単にご紹介いたします。昭和37年6月、信越本線長岡新潟間の電車により特急トキ号が誕生いたしました。当時の停車駅は高崎、長岡、新津のみで、1等車2両と2等車6両、食堂車1両連結した9両編成、所要時間は約4時間と40分でした。この時の車両は161系電車で、小玉型と呼ばれました151系電車をベースに上越線の坂を考えて製造された車両でした。その後161系電車は181系電車となり、43等と呼ばれたダイヤ改正では最高速度120キロに引き上げられ、上野新潟間の所要時間は8時間台となりました。一例としまして、昭和49年11月の2025M L 特急トキ13号は19時38分に上野を出ますと水上まで止まらず、その先は六日町、小千谷、長岡、東三条、新津に停車し、終点の新潟には23時33分に到着しました。しかしこの頃の181系電車は故障が目立つようになっていました。昭和49年12月、国鉄は雪に強い183系1000番台を製造し、 L 特急トキ号に投入しました。それでも181系電車は183系電車とともに
上越新幹線埼京まで走り行きました。昭和57年11月14日当時の上野駅はたくさんのファンで祝いました。翌15日のダイヤ改正に向けてさまざまな列車が羽ばたく日でもありました。その中の一つ下り最終 L 特急トキ27号は L 特急ひばり号などの東北特急とともに183系電車の正面にさようなら571114と大きく書かれたステッカーを貼られ緑のヘッドマークの周りには金色の縁で飾られた姿で新潟への最後の旅へと羽ばたいていきました。ここまでが上越線特急トキ号の話になります。その後の復活運転では183系電車や489系電車が使われ今回 E653 系の特急トキ号として昔と変わらない上越線の景色の中を走っております。新潟までの道中 L 特急トキ号の記憶があるお客様あの頃の自分に返ってみてはいかがでしょうか。速報でお伝えいたします。2023年3月開業予定の東急と相鉄の直通線こちらの概要が先ほど発表になりました。東急新横浜線開業は3月18日ですね。楽しみですね。できるだけ当日配信を行いたいと思います。いすみ鉄道キハ28型が引退となりました。この列車の車内でも感動的なさよなら放送が流れました。終了することとなりました。いすみ鉄道では9年8ヶ月の活躍を車両としては約58年の活躍まもなく終止符が迎えます。今までキハ28に対するご愛顧をいただき誠にありがとうございました。キハ28 2346号車はいすみ鉄道の看板車両として途中数々の故障に遭いながらも満身創痍車検期限いっぱいまで走ってくれました。私事ではありますがいすみ鉄道に入社したのはキハ28が入線するにあたりアテンダントが募集されたことがきっかけで以来ずっとキハ28と一緒に乗務してまいりました。これまで全国からキハ28のためにお客様が来てくれたこと小さなお子様にも全体の継続車両が満載たくさんのお客様が
キハ28を迎え入れるために、たくさんの方のご苦労、鳥塚前社長に改めて感謝申し上げます。コロナなどの理由により車内販売やイベントなど制限を強いられることとなり、若干の悔いが残るところではございますが、本日たくさんのお客様に見送っていただくことができ、キハ28もここまで58年間走り切ったことを誇りに思っていることと思います。これまでキハ28に関わってきた職員を代表して改めまして御礼申し上げます。本日は混雑など感染もございましたことをお詫び申し上げながら、キハ28全日運行最終日のご挨拶とさせていただきます。本日はご乗車誠にありがとうございました。キハありがとう。年を明けると間もなく雪の時期がやってきます。関東地方でも、例外ではなく、南岸低気圧が通過するとこのように雪が降ることがあります。雪が降ると残念ながら鉄道はダイヤ乱れが発生してしまうこともあります。今日得た E653 系電車のカラーリングを常磐線特急 E657 系電車で再現し、茨城デスティネーションキャンペーンを盛り上げていきます。ついに実車が出ました。緑色のフレッシュ日立 E657 系が郡山に顔を現しました。そしてこちらが先頭車付近の様子です。ということで2022年総集編いかがだったでしょうか。
まあ、いろんなことがありましたね。別れもあれば出会いもあり、これが鉄道です。だから楽しいんですね。2023年はどんなことがあるでしょうか。楽しみです。ぜひ2022年の皆さんの思い出コメント欄にご記入をお願いいたします。またこの後ライブ配信を予定しておりますので、お時間が取れる方は年越しライブぜひお越しください。2022年のこのチャンネルの視聴回数は925万9000回、大変多くのご視聴をいただきました。ありがとうございます。総再生時間は33万4977時間見ていただいております。2023年もぜひ応援よろしくお願いいたします。より楽しい動画をご用意いたします。では良いお年を。